皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は私が自慢できることについて話をさせていただきます。毎日少しずつではありますが、お店の周りのゴミ拾い、地域の行事に参加、月1回は空き缶ゴミ拾いのボランティア、それに特別養護老人ホームでの月1回のカットのボランティアをやっています。それと地域の資源ごみの回収を月2回やっております。やはり行動を起こすといろいろな気づきがあり、とても勉強になります。仕事ではご来店いただいたお客様が笑顔で元気にお帰りられるよう日々努力し、お客様に感謝しております。以上が私が自慢できることです。ありがとうございました。